演芸好きの皆さん、こんにちは、どんちゃんです。久しぶり。動画がね、ちょっとアップ、昨日一昨日かな、ちょっとアップできなかったけれども、今なんと富士山に来ております。このね、ベタベタな髪を皆さんにお届けしたいとは思いませんけれども、今ね、富士山登って2日目、今日山頂アタックしてね、無事に登り切りました。一応ね、動画は、ちょこちょこ撮って、編集して皆さんにね、お届けできたらなと思います。後日ね、富士山の、ゆっくりした動画、おしゃべりとかしていきたいんだけど、いやー、なかなかね、きつかったよ。高山病とか頭痛とね、いやちょっときつかった。さすがね、 3000m級はね、違う。前ね、槍ヶ岳とか奥穂高岳、 3000m 超えてね、日本最高峰なんだけど、あれはね、若かったし、山脈をねずっと歩くような感じでよかったんだけど、富士山はね、もう一気にもう5合目までバスでボーンと行って、でそこで順応して7合目まで行って止まったんだけど、朝頭痛いみたいな。食欲はあって食べたらね戻るんだけど、で富士山山頂アタックして、さらにね、お鉢巡りしたらもう頭痛くてね、もうちょっとびっくり。これ見て、富士山の石ね、溶岩石だからこんなねゴツゴツしてるの。いやー、明日一応帰る予定です。帰りたい。山小屋なかなか寝れんからね。でもね、やっぱこういう経験いいですよ。もうちょっと家帰って、ゆっくり編集して動画をお届けしますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。